日本の皆さん、どうもこんにちは。今日は皆様に重大な発表があります。はい、ということで皆様いつもご視聴ありがとうございます。皆様のおかげで登録者3500何がしまで来ることができ、レイダーに大変、感謝しております。突然なんですけども、いつもごひいきにしてくださってる皆様に重大な発表がございます。なんだと、早い言えたわけかと。はい、たわけかもしれませんが、ですね、来週から英語のチャンネルをなくします。で、来週の投稿から今週に5本上げてるんですけども、それを週に3本か4本にします。でも安心してください、なくなるのは英語のチャンネルです。で、日本語で今2つのレッスンやってますよね、フレーズと、あとその他のやつね。で、それとあと動画何かしら、ライブとかのやつを上げたりしてますが、それプラスもし僕に余裕があればもう1本日本語でアップして週に4回上げるような形にしようと思います。で、特にまだ何も決めてはいないんですけども、で、アメリカってめんどくさいことに時間が1年に2回変わるんですね。サマータイムとか。その時僕は忘れてそのままやることあるんですけども、基本的に日本の夜7時に上げるようにしております。予定では金曜日に、フレーズとかイントロとかのやつね。で、1日またいで日曜日に今やってるその他のやつね。今だとグリーンドルフィンとかやってるかと思います。で、どうしようかな。火曜日はまだ何も考えてないんですけども、基本的には、簡単な理論シリーズをやっていこうかなと思います。で、あと今までやった過去の取り直しね、絵とか音とかいろいろ悪かったり、僕もね、まだ手探りだったので、そういう取り直しを少しずつまた取り直して、アップロードしていきたいと思います。で、木曜日には今まで通り、ライブとかの、やつを上げていこうかと思います。なので、もうこれからは英語ありません。特に日本の皆さんも英語なんか見ていただかんでもいいんだけども、なんでやったかというと、コメント書く人英語多いでしょう。なので、じゃあ英語でやった方がいいかなと思って最初始めたんですよ。せっかくアメリカいるしね。で、僕そんな英語上手じゃないけども、まあ英語の勉強にもなるしなと、喋るね筋肉つくかなと思ったけども、全く上達せんのね。ええまあそれはいいとして、ちょっとね、今ねハウスダストでやられてしまってね、掃除して、なんやかんや英語もそんな感じでやってたんですけども、あまり伸びがなく、僕自身ももう興味がなくなってしまったので、ちょっともうここでやめさせていただきます。で、たまに日本の方も英語のとこで見ていただいてコメント書いていただいてる方もいるんですけども、僕のあんな適当な英語でなんかコメントごめんなさいねって感じなんですね。まあそれはいいとして、そんな感じでも英語をやめて日本語一本でもう皆様、日本の皆様のためにちょっと配信していこうかなという次第であります。で、日本語じゃない方にはもう YouTube の、なんだっけ、翻訳のやつ、僕がポチってボタン押せばできるみたいなので、そっちで見ていただければいいかなと思っております。僕の、日本語がちゃんと英語になるかわかんないけども、まあそれはそれで、なんかコメントあったらまた対応しようかなって感じで、ひとまずもう英語をやめて日本語一本でやっていきますので、引き続き皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで、せっかく見ていただいたので、最後になんかちょっとフレーズ聞いてみようと思います。ちょっと今思い浮かんだ適当にやっただけなんですけども、ね、こちら見ていただきながら、なのでこちら宿題として分析自分でしてみてください。ということで終わろうかと思ったんですけど、宣伝のために一言、二言、三言ぐらい言わせてください。で、概要欄のところにごちゃごちゃ貼ってますけども、で、簡単に言いますと、興味がある方僕の CD、オンラインで買えますよっていうのと、譜面とか、なんだっけ、ブログとかでダウンロード勝手にできるようにしてるんですけども、で、もちろんこちらフリーで撮っていただいて構わないんですけども、もし懐に余裕がある皆様いましたら、
ぜひぜひサポートしていただけるとすごい大変助かりますというお知らせです。で、Amazon の方でバリハリセオリーのギターの本やってますので、もし興味がある方Amazon で買っていただいても構いませんし、僕にメッセージくださればそのまま送りますので、なんかペイパルとかで経由で払っていただければ全然大丈夫です。ぜひぜひ全然相談してみてください。はい、ということで今日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。